パンツ。見事です。夜も頑張ります。ねえ、何も喋ってくれない。ラララララララ、ラララララララ。あ、どうも、鼓動の、あ、鼓動の、近い、鼓動の勇気でございます。夜の部も頑張ります。どうも、近いですよ、目しか映ってない、小川さくら子です。頑張りますよ、夜の部も。変化、上等や。変顔して。変顔してください。ここに心を預けてもらう。変顔などはしない。何してるんですか。体にいっぱい重りがついてて、それが重くて飛べません。すればこれより大爆定。はい、どうも、不動大和です。今日は8月4日、明星座もいよいよ4日目ですね。今日のお芝居は銭形平次というお芝居でございますけれども、まあ舞台の様子は今日は置いといて、この間載せましたんで、誕生日公演で、で誕生日公演でやった感じのお芝居をちょっと僕たちだけで、あの時はゲストもいたんでね、やってみようかなと、そう思ってる次第でございますので、はい、でちょっと銭形平次でさ、俺疑問、これ一応さ、銭持ってるんすよ。銭形平次やから銭投げるくだりも用意しててね、こうやってこれこれでね、これ
どうやって銭抜いたらいいんかね、それが疑問。まあ持ったふりしてピンって投げて、あいたーみたいな感じでやるんやけど、これなんかこう抜けるシステム知ってる人いる？銭形平次の銭をどうやって取るか、パチンってこれ抜く方法どうやって抜いてるんやろ。ここにかけてるやん、これ上からシュッと抜くんやろな。こうなんかこうカッチリしてて上からスポッて抜けるように、でもちょっと動いたらザラ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 ってなりそうじゃない。それがちょっとすごい心配やねんけれども、はい、というような僕の独り言でした。お芝居の最中です。しておられるんですか？え、頭どこ行ったんですか？置いてます。もうちょっとさっちゃんがニキビ痛いって言うから押してみて。痛いやつ。うん、頑張ってね。子役出ました。夏はおとつ、はい、何の役ですか？何の役ですか？富くじ買う役で、富くじ買うだけの役ですか？役です。はい、もう終わりました。え、終わりました。衣装がここに、上 の早替えでね、下できなあかん衣装がこっちに置いてます。